これからパーカッションをレコーディングするんですけど、自分で喉は目覚めてる。私は、モーティのウルトラライトというミディインターフェースを使っているんですけど、デュエットという、アポジーのマイクフリーアンプも使っていて、その2つを上手に切り替えながらレコーディングをしないといけないんです。で、本当はそのモーティのウルトラライトもマイクフリーアンプになるようなんですけども、ミディインターフェース用にしか今まで使ってこなかったんで、ウルトラライトをダイレクトに使ってボーカルとか、パーカッションとかを、マイクを通してどうやってレコーディングするのかっていうのはちょっとまだ研究していないんで、そこへ、アポジーデュエットというとても手軽に使える新兵器というか、私の息子がアンディが使ってたんですけど、それを発見してですね、デジタルパフォーマーでウルトラライトとアポジーデュエットをなんとか両方使って、あまりこれからいろいろなこう、なんて言うんでしょう、そのいろんなことを今から学ばなくてもそういう時間が今ないんで、レコーディング中で次のアルバムまでにはね、いろんな機材を研究する時間がありますが、今その時間がないので、なんとかその2つをデジタルパフォーマーと同居させて、で、それほどこうやって話してるとすごく大変なことに聞こえるんですが、実はそれほど難しいことではなかったんです。で、今そのアポジーデュエットっていうのに、それを元にこれからレコーディングするように、音をこう機械をですね、デジタルパフォーマーを切り替えたところで、これから私は一人マイクロフォンの前に立ってカウベルをレコーディングするんですけどちょっとレコーディング中の普通レコーディング中は化粧したりとかあまりしないので、So, I just recorded some percussion. So, because I finished recording those instruments, I'm going back to my ultra light setup. I know, it's kind of silly. Configure hardware driver. It says duet, so I'm putting it back to Motu Ultralight. And I have to change the input and output also. I don't know why this comes on every time. It's weird. Okay, so this is the percussion I just recorded. I played cowbell and a little bit of tambourine. Yeah, there's some cowbell. That's pretty good, huh? Thank you.
can edit if like if I rushed or if I was too behind or something. I can always move around. だからあのそうなんですよ。It's because it's so hard to switch everything like input and output every time when I switch back and forth between duet and ultralight. So I usually make this kind of a rough mix, rough TV mix. So I don't need to switch input output all the time.For every track I have mixed, do you understand what I mean? Maybe not. Yeah.